ツヤツヤでつるっと食べられるところてん、日本が発祥といわれる寒天。今回はどちらも堪能できちゃうところに行っちゃいますよ。ゆうちゃん、はい、寒天とところてんの違いって知ってる？なんだろう、ところてんの方が海藻っぽい感じはしますけど、うん、実際何が違うか分かんないです。その違いはね、うん、今日これから行くところでらすっていうところで教えてくれるからお楽しみに。今回2人が向かうのはところテラス。中央道諏訪インターチェンジからおよそ8分です。こちらがところテラス。カフェと工場が一緒になった建物なんです。まずは工場見学から。こんな間近で出来たてのところてんが作られる工程を楽しめるんです。こんな風に作られているんですね。スタッフの倉根さんにところてんのことを聞いてみましょう。お伺いしたいのですが、寒天とところてんの違いを聞きたいです。はい、はい、ところてんっていうのはですね、はい、天草湾に出してまずところてんを作って、で、その時点でところてんになります。はい、で、それが、凍結して、乾燥して、寒天に、変わっていく。つまりところてんを乾燥させて凍らせると寒天になるそうです。ではここでお二人にクイズです。はい、海のない長野県で寒天が名産品になったのには理由があります。それは何でしょうか？海の栄養素が欲しいから。寒いから。正解です。正解は冬の気候。気温が低く乾燥していることや昼の晴天率が高いので作るのに適していたそう。クイズの後はカフェでところてんを味わっちゃいましょう。ゆうちゃんはあんみつ、エスプレッソをかけていただきます。アイスと一緒に食べても、うん、全くこの磯臭さがなくってすっきり爽やか、おいしい。けいちゃんはところてん、黒蜜をかけていただきます。普通さ、ところてんこんな持ったら切れちゃわない？そうだね、この食感がいいね。ヘルシーだしね。それ罪悪感が薄いね。ところてんと寒天の違いが分かってすっきりしました。そうだね、ところてんスイーツも斬新だったよね。美味しかった。まさかエスプレッソかけるとは思いませんでした。知って驚きところ旅。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。ETC 専用のスマートインターチェンジでは1台ずつ一旦停止しないと開閉バーが開きません。 ETC ゲート前で必ず一旦停止してバーが開いてから通行してください。次回は下諏訪こんにゃく館おいでや。